あの子、何者ですか。見たところ、私と同じ種族の方です。残念ながら、話を聞いてはもらえないようですね。あなたは素晴らしい戦士です。よろしくな。戦うならそれぐらいは当然だ。誰が来ても無駄だ。私はまだ成長する。
こはどこだ。お前は一体。力の大会に出場していた最悪の人たち、大会の時よりも手強いな。何が起きている。このままじゃまずい。第七宇宙のサイヤ人よりはまだ青いか。次だな。私一人でも必ず勝ってみせます。私にもっと力があれば。ここは俺の記憶から生まれた世界。お前と共に戦うことでさらなる強さを得られるのである。この人乗り越えてやる。第六宇宙の暗殺者、不殺のルールのもとでなければまた違った戦い方を見せたのだろう。奴の本気を見るなら、例えば俺自身に依頼を。さすがに極端な手だな。次は第七宇宙か。よし、始めよう。私の真の力を披露してあげましょう。なるほど、やりますね。戦いの勘が鈍ってるな。こんな奴がいるなんて。おりゃ。くそー、ここまでか。なんだと。クソ、ベジータか。他と同じく大会の時より強化されているようだな。だが戦いの中で成長するサイヤ人であるからにはこの程度は想定のうちだろう。トレーニングの相手にはちょうどいい。利用させてもらう。限界を超えて成長する戦闘民族サイヤ人、改めて興味深い存在だな。やはりお前なのだな、孫悟空。もはや膝を屈することもない。全力で行くぞ。手ごわいな。このままでは。トップ、なぜお前は。そうか、俺が無意識のうちに望んでいたものは。お前がここにいた意味は分かった気がする。俺が無意識のうちに望んでいたものは。信じらんねえ。おめえ本当にすげえな。